どうするのマリサ。私に言われてもわからないぞ。私たち、この後どうなるのかな。荷物も全部取られてしまったからな。やはりお前らだったようだな。地下水路から脱獄を企てていた囚人は。そんなことはないですよ山中副官長。そうですよ、もう一度考え直してみてくださいよ。荷物検査をした際に出てきたいろんな施設の鍵、ツルハシなどを見れば一目瞭然だろう。それは、その辺に落ちてたんですって。落ちていたらすぐ言うべきだよな。それは、お前らは一旦懲罰房入りだ。その後の処遇はこれから決める。もう自由時間や刑務作業が来るとは思わない方がいいだろう。そんな。さあまずは懲罰房へに霊夢が入れ。3回目の懲罰房があるとは。それだけ懲罰房を経験しているのもすでに疑わしいことだからな。私はどこですか。お前は懲罰房 B に入ってもらう。懲罰房 C でもいいですよ。ふん。どうせお前は懲罰防止から地下水路に抜け出そうと考えているんだろ。そんなことみじんも考えてないです。お前らが考えていることは全てわかっていると思え。そんな。それで派懲罰房で待機だ。明日の朝、お前らの処遇をまた伝えに来る。ちょっと待ってくれ。私たちの言い分は全て無視だね。全く聞く耳を持たないよな。明日私たちの処遇が決まるって言ってたけど、この感じじゃ嫌な予感しかしないけどな。なんとかしてここから出られないかな。すべての荷物を没収されてしまったからな。石レンガも掘れないし。とりあえず明日に山中副官市長が来るまで一旦寝ます。そうだな。心配で寝れないかもしれないけどな。安心できないよね。私たちは一体どうなってしまうのだろうか。奇跡的に許されてください許されてください。そろそろ来るか。山中。あ、看守来たかな。さて、脱獄未遂のお前らにいい知らせを持ってきた。いい知らせじゃないことなんてわかってるんですよ。さすがだな、その通りだ。お前らの処刑が明日行われることに決定した。な、そんなすぐにですか。いやいや、おかしいですって。何もおかしいことはない。脱獄未遂なんか企てている危ないものは、さっさと処刑されるべきだというのが結論だ。山中さんじゃ話にならないですよ。鈴木さんを呼んでください。そうですよ。もともと私たちの担当は鈴木さんだったじゃないですか。そうだ。これもお前らに伝えなくてはならない。何ですか？鈴木幹事長なんだが、昨日から行方不明なんだ。だから今この刑務所の幹事長は俺だ。そんなこと？幹事長の俺の言うことは絶対だ。変更はしない。お前らが何を言おうが処刑はする。この人でなしー。まあ最後の一日を楽しむんだな。と入っても懲罰房では楽しめないか。だせー、ここから出して自由にさせろー。私たちのこと無視して言ったぞあいつ。明日処刑なんて聞いてない。どうする、バッドエンドってやつかこれ。私たちは処刑を受け入れるしかないのか。なんか懲罰房に隠されていないか。いやー、トイレの中も繋がっていないし、ひび割れた石レンガあるけど掘れないし。こんな終わり方したら荒れるぞ。それは草。そんなこと言ってる場合じゃないな。本当にどうしようかこれ。明日の処刑場に連行されるときに逃げるとかは。ああ、監視の一瞬の隙を見て逃げる。でも難しいかな。山中って警戒心強いし、でもこちらからアクションはできなさそうだよな。この状況からして。あれ、山中来た。なんだ、様子見に来たのか。どちら様ですか。山中監視長じゃないのか、霊夢。やれやれ、気になって様子を見に来たらやはりこうなっていたか。あなたは一体。あ、もしかして。気づいたか、俺はお前らにアクセサリーを探してくれと依頼していたジェームズだ。ジェームズさん。どうしてここに来たんですか。何か嫌な予感がしてな。あの山中ってやつが何かやらかしそうな気がして、お前らが無事に脱獄できているか気になって一旦戻ってきたんだ。私たちのために。ありがとうございます。まあお前らには借りがあるからな。じゃあ早くここから出してください。残念だが、ここのドアを開けることは俺にはできない。どうしてですか。ここのドアについていたスイッチが外されている。マジかよ。どうすればいいですかね、ジェームズさん。だが、安心しろ。こいつをお前に渡したいと思う。それは、石のツルハシだ。これで横の懲罰防止に行き、地下水路から地上に出ることができるだろう。ありがとうございます。それで私の棒にも繋げられるかな。両サイドから繋がっている構造の技だから合流することは問題ないだろう。よし、これでまだ生き延びることができる。おそらく山中は今、刑務所内を巡回しているはずだ。山中の捜査をくぐり抜けて、まずは囚人所持物保管庫に行き、没収された荷物をすべて回収するんだ。なるほど。荷物を回収できたらお前らが予定していたルートで脱獄しろ。だが、刑務所は地下水路を含めて捜索が行き渡っている。
よく頭の中でルートを考えて脱獄するんだ。わかりました、ありがとうございます。あとこれもお前らに渡しておこう。これは一体何ですか？黒曜石だ。万が一監視が追ってきたらこれで道を塞いで妨害すればいい。なるほど。これで監視の足を止めるってことですね。俺は山中の行動には何か裏があると思っている。それはどういうことですか？詳しく話したいところだが、そろそろ俺も行かないといけない。この話はシャバで会った時にまた話すとしよう。お前らの脱獄が成功できるように祈っている。この恩は絶対に忘れません。よし霊夢、行くぞ。よし、絶対に脱獄してやろう。それにしてもまさかの展開だったな。ジェームズさんに会えるなんて。しかも私たちのことを気にかけて戻ってきてくれるなんて。なんていい人なんだ。地下水路が探索入っているとは言ったが、どういう風になっているんだろうか。山中が見回りしているのは地上だよね。多分そうだとは思うが、一応気を抜かずにここから行こう。まずはダイヤモンドの回収からだね。さて、うん、あれ、これなんだ。何か入っているね。防具。ちょっと待ってくれ。これもしかして、どこかで見た防具って。もしや鈴木幹事長。山中にやられたんだ、ここで。ということはこの赤い跡は。考えたくないな。山中のやつ？私たちの好きだった幹事長を。こうなったら鈴木幹事長の力を借りるぞ。霊夢、この防具を切るんだ。え、私がそれを切るの？山中に襲われても反撃ができるようにな。なるほどね、これを着て防御を上げるってことね。鈴木さん、見ててくれ、脱獄します私たち。一応鈴木さんも監視だからそれ言われると複雑そうだな。確かに。忘れちゃいけないけど鈴木さんは監視長。なるほどな。しっかり鉄格子が張られてある。地下は思い通りに動けない感じか。搬入口の下には地上から行かないと厳しそうだなこれは。リスクを犯さないとたどり着けないってことね。さあここから気をつけるぞ。山中がすぐそこにいるかもしれん。警戒していこう。今のところは大丈夫そうだな。いや、目の前いるよ。本当じゃん、危ない危ない。でも山中は向こうに行ったっぽいぞ。今なら荷物を取りに行けるんじゃないか。この隙に行っちゃおう。囚人所持物保管庫は、こっちだったよな。そこだね。じゃあ手分けしてアイテムを探すぞ。了解、私はこっちから全部見ていくな。あ、こっちに全部入ってたよ。本当か、どのチェストだ。それは私が前に没収されたやつっぽいね。マリサのは奥のチェスト。本当だ、ダイヤも3つある。これで脱獄ができるぞ。ダイヤはまだ通話しにしていないから今ここでクラフトする必要あるね。そうだな、急いで作っちゃおう。よし、これで黒曜石が破壊できる。あとは無事に搬入口までに行けるからね。食料とか大丈夫か。大丈夫だね、しっかりたくさん持っているよ。それならよかった。途中で走れなくなったから困るからね。一回外に出る前に向こうのベランダみたいなところから様子を見てみるか。あ、それはいいアイデアだね。山中の動きがいまいちわからないし。お、普通にそこ歩いているな。危ない。すぐに出たら鉢合わせだったね。この辺を周回しているのか。作業灯の裏とかを通れば見つからずに行けそう。そのルートいいかもな。よし、それで搬入口まで向かおう。よっしゃー、いよいよ脱獄だー。おっと、大丈夫だったか今。え、山中いた。一瞬見られたような気もしたが。いいか、もう行っちゃおうぜ。裏から行くとすると、こっちから行けるかな。そうだな、こっちからこっそり搬入口まで行っちゃおうぜ。見つからないかドキドキする。今までいろいろな施設を探索してドキドキしてたが、やはり最後が一番緊張するな。これミスったら終わりだからね。よし、山中に見つからずに搬入口まで来た。フルイドに繋がっている黒曜石の壁はこの下だったよね。ここで外に繋がっていなかったら笑うけどな。そんな怖いこと言わないで。てか黒曜石全く使わずにここまで来たな。この辺の水路とかを埋めちゃえば。それはいい考えだな。
じゃあ私が黒曜石を掘っている間にそこの通路を埋めておいてくれ。わかった、任せて。よし、あと一個。よし、掘れたぞ。繋がっているのかな？この瞬間怖い。一応念のために残りの黒曜石で埋めておこう。真っ暗だね。先に何かある？いや、水が垂れてきている。これ登ればフルイドじゃないか。や、やった、外だぞ。来たー、外だー。よし、早く刑務所から離れるぞ。喜ぶのは後でだ。そうだね、一旦逃げようか。じゃあ、行くぞ霊夢。了解、マリサ。逃げられた。この俺の捜索から。くそ、あと少しで。あと少しで任務を達成できたのに。電話か。誰だ。もしもし。例のものはどうなっている。だ、団長、申し訳ありません。私の不手際で、取り逃してしまいました。なかなかいい度胸しているね、お前。すいません。次こそは必ず手に入れます。もういい。お前には失望した。あいつらのせいで、あいつらのせいで俺の評価が。霊夢、マリサ、俺はお前らを絶対に許さない。せっかく監視長になったのにやらかしちゃったな。あれだけ異常な監視長への執着心があったのにすぐ手放しちゃって。山中くんってひょっとしてバカなのかな。仕方ない。僕が脱獄囚を捕まえに行きますか。We'll be right back.